遠路はるばるレンタカーを借りて2階の地にやってきましたよ。ちょっとコンパクトロッドがあるんで、ここら辺でなんか遊べたらなと。スピニングね、釣れるか釣れないかわかんないから、とりあえずスピニングで準備してみたいと思います。いや釣れっかな。新規開拓ですよ。ついで、とりあえず OK で、よし、はいはいはい。うわー、持った、OK、こんな感じ。よし、じゃあ行ってみよう。ほう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 、なんか水面ぽよぽよしてる。いやでもね、基本的に左右とかボイルしそうなポイントなんだけどね。よし。で、今日は釣り具屋さんでいくつか買ってきて、デプス久しぶりに、ケロムシゲームをしようかなと。ケロムシブラック、こんなんで虫食いバスが釣れんかやってみます。初めてのポイントはワクワクしますよね。かなり。よっしゃ。準備 OK。雨降ってきたよ。
すげえ雨、とんでもない雨降り出しましたけど、前向きに捉えよう。すんごい雨だよ。大丈夫か？レジェンド抹茶の愛じびきしてみたいと思います。往年の名作ですよね。この形、匂いもね、なんかいいんですよね。ちょっと昔っぽい感じのあの匂いで、重りとかはつけないで愛じびきでいってみたいと思います。まあ、まっすぐね、きれいにまっすぐ、先に打って静かに進んでいく、そんな感じで。もうなんか魚いるな。バスじゃないな。来い。おっしゃ、食った食ったよ。レジェンドマッチョ、よいしょ。レジェンドマッチョの愛じびきと可愛いサイズのバットーン、じゃあ逃がします。よく食ってくれたね、ありがとうさん。ふい、元気。こう昔はね、ダウンショットリグで使いこなすって感じのワームだったけど、今はね、この愛じびきとかね、そういう使い方も選択肢に入ってきますからね。ポイントはとにかく薄出し、なんていうのかな、このできるだけ綺麗につけて愛じに泳がす。はい、レジェンドマッチョの愛じびきにたまらずバイとね、小さいけどナイスなバスくんでした。じゃあ逃がしてあげます。